青柳明洋は、神奈川県横浜市出身のプロ野球選手、宇藤右内、阪神タイガース所属、東京オリンピック野球金メダリスト、小学校5年生の頃、テラオドルフィンズに所属し野球を始めると、6年生の頃に肩が強かったことから投手を始め、指導者の勧めで、サイドスローに取り組む。 生麦中学校で軟式野球部に所属すると1年生当時松坂大輔に憧れ自らオーバースローに転校するもすぐに肘を痛めサイドスローに戻した川崎高科高校へ進学すると1年生秋から主力投手としてチームを牽引する3年生夏の神奈川県大会2回戦では横浜隼人高校の左沢優に投げ勝ったが5回戦では 東院学園高校のモテギエイゴロから本類打を打たれた末に敗退し、全国大会出場は叶わなかった。帝京大学へ特待生として進学後は、1年目から公式戦に出場したが、3年時に右肘を手術。4年生の首都大学野球周期リーグ戦では、リーグ最多の6勝を挙げる活躍で、ベストナインを獲得した。リーグ戦。 通算37試合登板、15勝9敗、防御率1.91。2015年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから5巡目で指名。契約金4000万円、年俸720万円という条件で入団した。背番号は50。2016年、2軍の春季キャンプを経て、3月5日に、千葉ロッテマリーンズとのオープン戦5回表から1、軍デビュー。 甲子園球場における自身初登板で、先頭打者の初球からの10球連続ボールで三者、連続支球を出すなど請球に苦しんだが、2回を投げて、1被安打に失点でしのいだ。6月1日の大東北楽天ゴールデンイーグルス、戦にて、当初先発予定であった、横山裕也が左肩を痛めたことによる代役で、一軍公式戦に急遽初登板すると、 5回裏終了までに5四支球を与えたものの、1失点のみの高頭で1軍初登板、初先発を初勝利で飾った。7月7日の対読売ジャイアンツ戦では、敗戦すると自力優勝が消滅するという状況で、自身初の対巨人戦のマウンドを託されると、7回を1被安打無失点に抑える高頭で2勝目を挙げた。同月14日の、 フレッシュオールスターゲームでは2番手投手として2回表に1イニング、投板するも3失点で敗戦投手となる。後半戦では先発陣の一角を担った。シーズンを通して基本塁打を1本にとどめると13試合の投板で4勝5敗、防御率3.29を記録。またシーズン終了後に台湾で開かれたアジアウィンターリーグでは4試合に投板。 二勝零敗一セーブ、防御率1.69を記録し、最優秀投手となった。阪神の投手では、前年の岩貞祐太に続き2年連続の受賞となった。オフに480万円増となる、推定年俸1200万円で契約を公開した。2017年、春季キャンプオープン戦を通じて、校長を維持すると、プロ入り後初めて開幕一軍入りを果たした。 4月8日の対読売ジャイアンツ戦に先発登板し、3回表西まで無失点に抑えるも、幸運のーゲームとなったため、記録上は次に先発で登板した4月15日の対広島東洋カープ戦がシーズン初登板となった。この試合から先発登板時の請求難や自身の失策がことごとく失点につながったため、4月30日の対広島戦で、 シーズン2敗目を喫したことを機に出場選手登録を抹消された。5月28日に再び登録されると同日の対 DNA 戦でシーズン初勝利を挙げた。シーズンを通して12試合の登板で4勝4敗、防御率3.22の成績で終えた。オフに100万円増となる推定年俸1300万円で契約を公開した。2018年、 沖縄、儀野座の一軍キャンプ中に二軍の秋キャンプ行きを言い渡され、開幕を二軍で迎えた。ウエスタンリーグでは、6月24日のヤクルト戦から6連勝し、最終的に8勝2敗防御率2.73で、ウエスタン最多、カツカツ都市投手賞を獲得した。9月2日に一軍に、同年初昇格すると、同日の横浜 DNA ベイスターズ戦で、 同年初勝利を挙げ、その後も3試合に登板し、1勝1敗、防御率3.32の成績でシーズンを終えた。11月22日、100万円減となる推定年俸1200万円で契約を公開した。2019年、前年の2軍での好成績を受けて1軍キャンプに参加すると、キャンプ、オープン戦を通して1軍に帯同し実戦で、高騰を続け、 プロイリアと初の開幕ローテーション入りを果たした。レギュラーシーズン最終戦の9月30日、中日戦で5回無失点に抑え、初めて規定投球回に到達し、自己最多の9勝目を挙げた。オフに1800万円増となる推定年俸3000万円で契約を公開した。2020年も前年に続き先発ローテーションに定着し、 一度も離脱することなくシーズンを完走。2年連続の規定投球回に到達し、リーグ6位の防御率3.36を記録したが、一方で、リーグ最多敗戦となる9敗を喫した。オフに2000万円増となる、推定年俸5000万円で契約を公開した。2021年、開幕2戦目の東京ヤクルトスワローズ戦に、登板し、5回に、 3を3失点の内容でシーズン初勝利。6月は4試合に登板し4勝、防御率1.20、投球回30を記録する好調ぶりを見せ、自身初となる月間 MVP を受賞した。6月16日、東京オリンピック日本代表に選出された。8月24日の DNA 戦では7回に失点で、 勝利投手となり、リーグ最速かつ自信初となる二桁勝利を達成した。なお、ドラフト5位以下のハエヌキ選手が二桁勝利を達成するのは、球団史上初の快挙であった。投球時に右腕を地面と水平よりも下から出す、変速サイドスローから繰り出す、最速時速 148km のストレートと、ツーシーム、スライダー、シュート、チェンジアップ、カーブを投げる。 ゴロによるアウトが多いグラウンドボールピッチャーである。プロ1年目の2016年には、ヒアンダと、ほぼ同数の支球を与えたほか、セリーグに2位体の8予死球を記録するなど請求面で、課題を露呈していたが、予死球率については2016年が5.3、2017年が3.9、2019年が2.6と年々良化の傾向が見られる。 また、同じく2016年には、相手走者による16回の投類期途中13回の投類を許したため、同年の周期キャンプから、クイックモーションや、牽制球の技術の向上に取り組んだことから、現在では投球開始からボールが、保守に到達するまでのタイムが最速で1秒を切る、高速クイックを武器とし、2020年シーズンには、当番時の非盗塁企画数を12球団の、 規定投球回答達者のうち最小の3度に止めた。フィールディング面で課題を残しており、時折平凡な頃の処理ミスや送球ミスなどによって、出礼、進塁、失点を許すことがある。送球に関しては、近距離の場合は、下手投げのトス、遠距離の場合は、あえて、ワンバウンドでの送球を心がけることで対策している。トラ風奏への入量の際に、600冊以上もの、 漫画本コレクションの中からおよそ300冊を持ち込んだほどの漫画好きで、好きな漫画は今和の国のアリス。2016年11月のアジアウィンターリーグへの遠征中、ツイッターにて、うわ、台湾じゃジャンプもマガジンも読めないじゃん地獄。このことが心配で、ホームラン打たれたんですよ。などと投稿した際には、これに対して、そこまでの漫画愛、ありがとうございます。 このツイートを見て泣いておりますと、週刊少年マガジンの公式アカウントが応じて、台湾滞在中に発刊する雑誌の取り置きを約束し、遠征後の12月中旬には、実際に3週間分の週刊少年マガジンが青柳のとに届けられた。2019年1月14日、小学校時の同級生との結婚を発表した。プロ入り後に SNS を通じて再会したといい。 前年12月に婚姻届を提出した。いわゆる雨男であり、自身が先発予定の日に限って天候不良であることが多く、幾度となく自身の先発機会を流している。2021年5月20日の試合も先発予定であったが、これも中止となり、この時点で自身が先発予定としていた試合が、雨天中止となったのが、 通算11度目となり、予告先発が始まった2012年以降では、ランディメッセンジャーに並び球団トップとなった。球団側も、これにあやかり、アメリューェイスタオルというグッズを販売しているほどで、ある。ありがとうございます。